ショーリャーホフスキー島は、ロシア連邦北部のラプテフ海に位置する、ノボシビルスク諸島に属するリャーホフスキー諸島の島で、ある。リャーホフスキー諸島の島の中では2番目に大きい。面積は1325平方キロメートルである。リャーホフスキー諸島は、1773年に、この地域の探検を行ったイヴァン・リャーホフを記念して、命名された。ショーリャーホフスキー島は、 先進予から、後進予にかけての薄い堆積物で覆われた、ジュラ気候期から、白紀前期のフリッシュとしても知られるタービーダイトで構成されている。これらの中世代の岩石は、砂岩、粘土質岩、及び幅7から2 0トルの東北東に向かって、著しく集極した結岩で構成されている。また、これらの岩石は、先進予から、 高深夜までの宝石及び中石由来の砂質及び粘土質の堆積物からなる比較的薄い層で覆われている。海岸付近の中石堆積物は海生の軟体動物や活湛化した木の化石を含む沿岸の海浜堆積物のグレードとなっている。巨大な氷くさびの存在が特徴的な厚い永久凍土がこれらの堆積物に発達した。 2013年5月、北東連邦大学の遠征隊が、ショー・リャーホフスキー島で1万年前のメスのマンモスの遺体を発見した。そして、発掘時の温度が摂氏マイナス7度からマイナス10度であったにもかかわらず、氷道の下部から液体の血液が見つかったと報告された。この発見により、マンモスの血液が凍結から保護される性質について、 明らかになるのではないかと推測されている。マンモスの遺体は、最近の調査と組織の分析、及び主にマンモスのクローニングに関する、北東連邦大学と、スワム生命工学研究院の共同プロジェクトのために、ロシア連邦左派共和国のヤクーツクへ運ばれた。イグサカの草本、紅葉草本及び、陰化植物が生えるツンドラがコリャーホーフスキー島を覆っている。 ツンドラの植生は主に非常に低成長の草、イグサ、紅葉草本、全類、地類、苔類で構成されている。これらの植物はほとんどの場所によっては完全に地表を覆っている。土壌は典型的にはザラザラとして湿っており、しばしば小高い丘を形成している。ありがとうございます。